枠入り完了スタートしましたほぼ揃った飛び出し広がっていきますがまだ前は広がっています8番のピンクビジョンが飛び出していくか内の方からは3番のスカイピースさらには9番のダイヤモンドライン内から1番のミオソフィア間この圏内に4番ショーがたっぷり外からは11番のフラワートピアリー先段固まりました後ろに5番のサザンフルーブ行って1コーナーから2コーナー 中段後ろ2番のキンスケデシュそれから7番のソルレベンテ10番のラバンドラ最高方6番のカノンちゃんです固まった場群で2コーナーのカーブ先手を取ったのは3番のスカイピース体半分ぐらいのリード外から8番のピンクビジョンが2番手800を切りましたその後ろ内から1番のミオソフィア 差がなく4番のショウガたっぷり9番、ダイヤモンドライン5頭が固まりました後ろからは5番のサダンフルーブ2番、キースケデシュ少し交代11番、フラワートピアリー変わって上がっていく7番、ソルレベンテ内から4 6番のカノンちゃん最後方は10番のラバンドラ。 3コーナーから4コーナー3番のスカイピースの内から4番ショーがたっぷり並びかけていきまして2頭が抜けていきます3コーナーから4コーナー3番手は2馬身3馬身と開いた8番のピンクビジョン9番ダイヤモンドライン4コーナーカーブから直線 3番、スカイピース4番、生姜たっぷり2頭が並んで200を切りました2頭が後ろを離した一騎打ち3番手は食い下がる8番のピンク,ピンクビジョン外から5番のサザンフルーブ、さらには9番、ダイヤモンドライン前2頭競り合い続けスカイピース生姜たっぷり内から生姜たっぷり抜け出したゴール競り合いを制して9連勝4番、生姜たっぷり重勝4勝目となります。 断然の指示に応えましたオキシズオキシュ勝ったのは4番ショーガたっぷり3番スカイピースは2番手9番ダイヤモンドライン離れて3番手4番手争い8番ピンクビジョン5番のサザンフルーブ並んで続いていますその後ろに7番のソルレベンテ金沢競馬11レース今日のメインレース